女子小学生のみんな見てる？女の子の悩み解決ソリューションズの CEO 加納岡雅人だよ。その専務の DJ でござる。秘書のネイリンです。はい、というわけで今回はですね、女の子のトリセツというね、5本を入手いたしました。でこちらにですね、女の子が抱きがちな青春の悩み、なんかね、汗の匂いが気になるとかね、そんなんだ全然見ない、むしろみたいなのがある。むしろ、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 我々としてはむしろみたいなのがあるんですけども、まあ、それをね、本で、まあ、悩みの解決をね言ってるんですけども、まあ、一応我々も女の子のエキスパートですから。いや、本当エキスパートです。本じゃなくて僕らを見るということで、今回はですね我々が解決策を与えてあげようじゃないかというね、非常に全国的なゴールデン的なね、小学生と親御さんたちが一緒に見れるというのをテーマに、我々がね一緒にね、そのご家庭の悩みを解決していこうという趣旨の番組となっております。はい、一応ね、だから女の子もいるし、ちゃんとストッパーとしてね、ストッパーストッパーそう、我々にも実際まあいろいろ経験してきたと思うので、もうほんすぐ20歳ですか。もういい年の女子ですよ、彼女。そうですね、一応昔はね、使命、結構のように10歳ぐらいまでしてたよね。いや、でもしてたとしても、うんうんうん、全然いいよ、全然いいし、全然いい、むしろむしろ結果むしろみたいな。だからその悩み、実は男からしたらむしろ今回もむしろ回、むしろ回です。というわけで、メイキッドパスを追いず、おねしょの記憶はいいね。はい、じゃあお悩みお願いします。部屋の片付けができない。あー、わかる。なんかめっちゃ可愛い子が意外とそういうイメージはある。なんか古川優香ちゃんとか多分部屋めっちゃ汚いと思うよ。あー、多分あの子。確かに。あ、俺分かった解決策。物が散らかるっていうのは見られても恥ずかしくないからそうなっちゃうわけよ。あー、まあ別に家読んでもね。そう、だから俺物全部にパンツかぶせるとかあのブラジャーとかね、筆箱とかにも全部パンツをちょっとこせる。そしたら嫌でもやって見られる。それやってほしい、ほんまに。テンチムとかで何でもいいからやってほしい。清楚系で売ってる人とか、あ、だからさんとかさんがやってくれたら、俺パッキングの出てこと全部パッキング、スーツケース全部モザイク。何も見えない。万有とかやってほしい。万有やってほしい、確かに。ぜひやってください。やってほしいです、本当に。お願いします、本当に。この答えなんてないです、それは。これはですね、カゴやボックスでグループごとに整理。マジな話。そんなんが分かってんねん。分かって、そんなん分かってんねん。分かってんねん。それを書いて、読んで、できますかって話。いや、マジな話。できひんねん。できひんやん。元の場所に戻す。いや、だから、弱ない。いや、それもさ、それもさ、できひん。できひん。できひんから言うてんねん、俺たち。マジでさっき言ったやつ、革命的ちゃうもん。ほんまに。革命。次行きますか。次行きましょう。ブラっていつからつける？ブラ！ブラ、ブラっていつからつける？いいよ、つけなくてもずーっとノブラでもいいよ。なんならこっちとしても全然全然。え、だからつけなかったら垂れちゃうんじゃないか。あ、形をキープしたいってこと？何のために？で、結局それって見られる前提があるってことだよね。そうや、ほんまに。そう、そうてか、その前提あんのになんで見ちゃダメなんですかって話やの、ほんまに。俺らその前提あんのに。いや、でもつけた方がいいのは間違いないと思う。いつからつけるって言われたら、ね、結局どの段階ぐらい、どん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 大きくなっていくやん、ここが。うんうんうん。それってだから多分これ農家に聞くと早いと思う。農家、農家で桃とかの人ってさ、神包むでしょ、あ、途中で虫に食われないよね。あ、はい、男からの防御っていう意味もあるかなっていう。だから第一次産業ってそういう意味で潰れん方がいいやん。でもあのあれ、あのさ、ブラジャーをつけたり外したりする工程、あの工程男も練習しといた方がいい。確かに。ブラジャーも、だからいろんなパターンがあるんですね。いろんなパターンあるやん。いろんなパターンが前だ。しかも前から外れるパターンもあるやん。はい。え、前とさ、後ろやったらどっちの方が割合的に多い？マジな話。後ろの。さすがに後ろない。でもな、俺的にはさ、桃太郎がいたいから、ここでパカッてなる。もう乳頭がいっちゃう場所に見えるから。そうしたら桃太郎ごっこできちゃうから。あの万年生かしてるカップルとか。確かに。それあの、いや、ごっこ大事、マジ。ごっこ大事。ごっこマジで大事。あ、じゃあ答え。いつからっていうよりかは、母に買ってみるって言われたから。いいお母さんですね、でも。あとはまだあまり胸は出てきていないけど、もうすぐ6年生になるから。あ、やっぱ6年生基準ない。イニシエーション的なね。じゃあ次、はい、次行こう。おならや便秘が気になる。ああ
が便秘になるやん。なんでか。なんなんあれ、どういう現象なのあれ。学校でしたくなっても恥ずかしくてできない。ああ。じゃあ我慢するってこと？それ相当渋ない。そっちが勝つの方が俺はまだわからん俺。あ、だからあの、うん、優先ラーみたいな感じで、あの家の便所と自分の肛門つないで。ずーっといつやっても家に通じるようにこう優先だよもう。いやでもそれ無線でやってほしいな。そうやね。その技術はちょっと NTT あたりにちょっとお任せしたい。だから無線便所ね。回線悪かったっつって回線悪かった。途中で優先やから、途中で道路とかで車が踏まれて回線悪くて詰まる場合あるから。あとしかもちゃんとパスワードつけとかんと他の他のやつのうんこ流れてくるから。でもあのエアドロップとかはせんほうがいい。ふぅーみたいな。ふぅーみたいな。受け取りますか。はい、いいよ。はい、解決策。解決策、学校でおならしたくなったら音が出ないように少しずつおならを出します。それでもさ、男も一緒だしたいですね。いやでも女の子の方がおならしちゃあかん風潮あるよね。でそれってでも結局男がおならしたりしてガハガハガハって笑うシーンがテレビとかたまに映るやん。あれ映るから OK ねやと思う。マジで逆にじゃあ今 YouTube の時代からノエリンがすればみんなもできるかもしれん。ノエリンおならできるんだ、すごい。でも古川優香ちゃんもなんかサブちゃんでね、なんかおならするみたいなあったよな。なんかありましたね。でも女の子ほどやっぱそれさらけ出していいと思う。うーん、ワンランク上。古川優香ちゃんがなんでそんなすごいかって言ったらそういうことができるから。そうそうそうね。モデルやでたあの子。そうモデルやイヴァンやノエリン。イヴァンやノエリンやで。俺らでも現実的だとしてはやっぱ有名人がもっと出していく。いやそうやと思う。ほんまに ASMR で、ブブブブブブ ASMR ブブブブって。それでも500万再生とかいって。いやほんまでも需要は、いや需要ある、あると思う。あってほしいってか、あるとかじゃない、あってほしい、あってほしい。